こんにちは、ワンダーシェアクリエイターの長谷川です。ワンダーシェアフィモーラバージョン 11.6.7 がリリースされました。ツールバーのカスタマイズやクイックテキストなど新機能がたくさん追加されて、タイムラインやツールバーが大幅にパワーアップしました。そこで今回はいつもの動画編集をより快適に、より時短できる新機能やテクニックをまとめてご紹介します。まだバージョンアップがお済みでない方も、フィモーラをお持ちでない方も、この動画の概要欄の URL から公式サイトへアクセスして無料でゲットできるので、この動画を見ながら体験してみてくださいね。ツールバーのカスタマイズ。タイムラインの上に便利な機能のアイコンが並んでいるツールバー。今回のアップデートでツールバーに表示する機能を自分好みにカスタマイズできるようになりました。左端のこのボタンをクリックするとツールバーの編集画面が開くので、ドラッグ&ドロップで直感的に順番を入れ替えることができます。ツールバーに表示しなくてもいい機能は、ツールバーの外にドラッグ&ドロップすると列から除外できます。例えばかなり使用頻度が高い戻る、やり直す、削除、分割などはキーボードショートカットを使っているからここになくてもいいやという場合や、逆によく使うから常に見える場所に置いておきたいなど、自分の編集スタイルに合わせて使いやすくアレンジできそうですね。いつでもデフォルトの配置に戻すことができるので、使いながらカスタマイズしていくのもいいですね。クイックテキスト。ツールバーに新たに追加されたこのアイコン、クリックするとタイムラインに新しくテキストクリップが追加されます。追加されるクリップはプレーンテキストのベーシック1、色や縁取り、アニメーションなどが何も設定されていないまっさらなタイトルテンプレートです。従来はタイトルタブに切り替えて使いたいテンプレートを選び、タイムラインにドラッグ&ドロップするという3ステップだった操作がワンクリックになったので、とても時短になりますよね。他のクリップが配置されている場合には影響を与えないように、一番上に新たなトラックと共に追加されるので、ここまでの編集が崩れてしまうこともなく安心ですね。空いているトラックを選択しておくと、そのトラックに追加することもできます。便利に使ってくださいね。ツールバーのショートカットキーを表示。ツールバーに並んだアイコンにマウスカーソルを乗せると、キーボードショートカットが表示されるようになりました。キーボードショートカットで編集作業を時短したいけどなかなか覚えられないという方に、機能を使おうとした時に毎回表示されるので、少しずつキーボード操作に慣れるのに役立つのではないでしょうか。ぜひ活用してみてください。タイムラインスナップの切り替えボタン。タイムライン上のクリップ同士の位置をスナップさせるタイムラインスナップ。知らない間にオフになってしまってお困りの方も多いこの機能ですが、ツールバーの右の方、プレビュー画面の下あたりに切り替えボタンが追加されました。緑色になっている時はオンで、白い時はオフの状態です。従来通りタイムラインを右クリックして表示されるリストからも切り替えることができます。基本的にはクリップがずれないようにスナップしてほしいけど、たまにクリップ同士の細かい調整をしたい時などスナップしない方がいい場面もありますよね。常に見える位置にボタンがあるので、すぐに切り替えることができて便利ですね。クイック分割モード。バージョン 11.5 でツールバーに追加されたクイック分割モードをご存知でしたか？このアイコンをクリックするとマウスカーソルの表示が変わって、クリップ上をクリックするだけで分割できるクイック分割モードに切り替わります。通常モードだと再生ヘッドを合わせてハサミマークをクリックするか、ショートカットキーで分割するという2段階の操作がワンクリックになるので時短になりますね。間違えて上下のクリップを一緒に分割してしまうことがないので、1つのクリップだけをピンポイントに分割したいときに使いやすいと思います。通常モードに戻すときは、もう一度クイック分割モードのアイコンをクリックします。またショートカットキー C と V でいつでもモード切り替えができるので、合わせて覚えておくとさらに便利ですね。
トラックの入れ替え、エフェクトの順番など、トラック順を入れ替えたいタイミングはたまにありますよね。左端を掴んで、上下の順番を簡単に入れ替えることができるようになりました。今まではクリップをすべて選択して、ドラッグ&ドロップで入れ替えていたと思います。トラックごと入れ替えてしまえば、すべて選択する操作を飛ばせますし、新たなトラックがどんどん増えることもありません。何よりクリップがずれたり、上書きして消してしまうリスクも減らせますので、ぜひ活用してみてください。トラックの幅を調整。最後に、トラックの幅の調整を紹介します。各トラックの左端のこの辺りを掴んで上下にドラッグすると、トラックの幅を広げたり狭めたりすることができます。幅の調整は以前から同じ操作で行うことができましたが、かなり広く、あるいは狭く調整できるようになりました。これによって大量のクリップが配置されているタイムラインでも幅を縮めて全体を見渡しやすくしたり、逆に音声の波形やサムネイルを常に表示しておきたい動画クリップは幅を広げておくなど、編集しやすいスタイルに調整することができますね。以上、パワーアップしたタイムラインとツールバーについてご紹介しました。新機能や動画編集の時短テク、効率化に関するご質問などがあれば、お気軽にコメント欄までお寄せください。パワーアップしたフィモーラのタイムラインとツールバーで、ユーザーの皆さんがもっと快適に動画編集を楽しめるようお手伝いできればと思います。フィモーラチャンネルでは、フィモーラユーザーの皆さんからの質問を募集しています。動画のテーマに選ばれた方には、ちょっといいものを進呈します。お気軽に YouTube のコメント欄や公式 SNS でご質問ください。忘れずにチャンネル登録、通知をオンにしてお待ちください。それでは次回もお楽しみに。